ドクターコーの目に優しいラジオ。はい、こんにちは、ドクターコーです。このチャンネルでは視力にまつわる様々な情報を発信しています。皆様ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、それではですね、今日のテーマですけれども、調整感覚と視力になります。昨日ですね、簡単に調整感覚と、視力というね、距離感というところでお話しさせてもらいました。で、今日はですね、さらにですね、その距離感というのを深掘りしていきたいなと思っています。そしてですね、7月14日なんですけども、本日、雨のためですね、朝のスネレンタイムは測れませんでした。ただしですね、昨日あんまりよく見えないなっていう視力が、今日は超回復というわけじゃないんですけども、朝からかなりよく見れてたんですね。そこで、メガネを外して行動することにしました。昔ね、裸眼で生活していたことはあるんですけども、その時はほぼね、視力というのは動きもしなければ良くもならないけどね、悪くもならなかったですね。全然変わらなかったです、正直なところ。でも今回は、ということで、あまりね、その裸眼にこだわらずにね、ずっと過ごしてきたんですけども、やっとですね、なんというか、物の見え方が変わってきて、そして家の中でですもんね、メガネを外しても、物がですね、よく見えるというか、外しても生活できるだろうというレベルになったので、外してみました。外してみてですね、包丁とかも持てるし、特にですね、不自由はないんですが、やっぱりパソコンとかね、見るときに目が疲れるんですよね。なんで、その時は、弱いマイナス 2.0D のメガネをかけるようにしています。文字を見るものと文字を見ないもの、多分これが多分明確なね、その動作の区別になっていて、メガネっていうのは文字を見るときにはやっぱり必要なのかもしれないですね。ただし、日常生活、家事全般で困ることは全くありませんでした。それではですね、今日のテーマに戻りますけども、調整感覚と、視覚ということで、昨日ですね、お話しした、聴力、それがですね、平行神経を司る前庭神経 と、脳のですね、脳幹の一部、胸という部分でですね、統合されて、それが脳に入って、さらにはですね、統合された感覚というのは前庭からですね、全身と、そしてもう一つですね、目の方に行くというね、お話をさせてもらいました。聴力っていうのは実はだから姿勢にも関わってくるし、目にもね、関わってきてるんですね。なんでですね、距離感っていうのは結局のところ、体勢のね、距離感、手とかね、それで測るもの、ね、それは体の感覚で測るもの、もう一つは、聴力によって測られるもの、それで三つ目は視覚によって測られるものに、分かれるんじゃないかというのが私の考えです。で、昨日はですね、聴力の話をしたので、今日はね、その体勢感覚、ね、体勢による距離感の、測定についてちょっとね、お話ししていきたいなと思います。40センチのね、紐を持ち歩いて、必要40センチの、ものは分かるんですけども、結局ですね、その体勢の感覚は結構つかめてきてるんですけど、目とのやっぱり一致がしてないんですよね。例えば目をつぶってタッチしようとすると空振るんですよ。つまり体勢感覚と目っていうのは結構ずれてるなってね、思います、ね、だって目の感覚のその距離感が正しければ、そのイメージのままですね、目をつぶってタッチしたとことができるはずなんですよ。ただそれができないってことは、やっぱり目とですね、その、体の感覚、それがまだまだ一致していないなっていうふうに思うんですね。そしてですね、この目とですね、体の関係なんですけども、一つですね、姿勢が悪いと目がね、悪くなるっていうお話があるんですが、私は実はこれ逆だと思うんですね。目が悪いから姿勢が悪くなるっていうのもあると思うんですよ。実際にですね、目が良くなってきて、姿勢はかなり良くなっています。じゃあ姿勢が良くなったから目が良くなったんじゃないかって、ね、思う方もいるかもしれないんですけども、目もですね、目の、情報もですね、その前庭に入って、やはり姿勢をね、司る、前庭脊髄路という経路に入ります。で、前庭脊髄路って何やってんのってね、お話ちょっとさせてもらうんですけども、それは生体外の系の運動を、
司っている神経の動きの経路になります。錐体外路っていうのは多分皆さんね初耳かもしれないんですけども、錐体路と錐体外路っていうのがあって、錐体路っていうのは自分でね動く、例えば足を出すね、前に出して一歩踏み出すんだっていう時に錐体路っていうのは使われます。意識的な動きだと思ってください。ただしですね、その錐体路が足を出しただけでは私たちはねすってんころんとね転んでしまうんですね。そのバランスを司っていうのが錐体外路になります。錐体外路っていうのは私たちは全く意図していない部分になるんですね。これって非常に面白いのは目によく似てますよね。目が何か見ようと決めた時に、目はですね何かを見るような動きをしますが、何かを見た瞬間にピント調整、そしてそれを追うものっていうのは意識と関係ない動眼、反射ね、前提動眼反射に委ねられているというね、まあ、お話をね前もさせてもらってますけども、ということで、まあ、意識と関係ないね体の動きがあるんですよ。それをね司っていうのが前庭核であり前庭脊髄動であるわけなんですね。とするとですね、目が悪くなって前庭動眼反射が弱くなると前庭の入力がまあまちまちになってですね、それが全身にいて姿勢の悪化につながるんじゃないかというのが私の持論であります。まあ、一つですね、私の友人、まあ、彼はですねレーシックを受けてですね最近まあ実は老眼になってしまったんですね。しかもですね結構加速するんですよね、そのレーシック受けた後の老眼。まあそれがレーシックと関連はないと言われていますけれども、結構早い年、私と同じ年代にもうかなり早いですよね。でそれで目がまあ見えなくなって、見る見るうちにですね姿勢が悪くなってきたんですよ。彼は非常に姿勢がいい男でシャキッとしてたんですけども、目が悪くなってきたっていうのに比例してですね日に日に姿勢が悪くなっていったんですね。これ姿勢が悪いから目が悪くなってきたのか、それともね目が悪くなってきたから姿勢がね悪くなってきたの、どっちなんだっていう話なんですけども、まあ、もう一つね私の例があります。私の例は度が弱すぎるメガネをかけたっていう時があったんですよ。で度が弱すぎるメガネかけるとどうなるんだってね皆さん気にならないですか。実はですね姿勢を悪化させてストレートネックになって、そしてですね、脊椎症になって、まあ、手がしびれる、ね、肩が痛くてたまらんというね症状が出てしまいました。でこれをですね矯正するのに、まあ、結構なね時間が必要になったんですけども、まあ、結局最後はね、まあ、よくはなりました。それに伴って、まあ、視力もね上がってきたんですけども、まあ、というようにですね視力っていうのはその姿勢にね大きく関わってるんですよね。なんで姿勢が悪くてね目が悪くなってるっていう風に確かに言われますけども、それを逆もあり得る話です。そしてですねもう一つ、まあ、子供の例ですけどね、子供姿勢悪いこといますよ ね、まあ、それもですねまだまだその体幹がね未熟であったりとか、視力がね、発達途中、それがですね、まあ、うまく統合されてないということになるわけですね。なんでそれらがですね統合されている子供っていうのは姿勢が良くなってですね行くと、これもまあ成長の一つなんだと私は思っています。まあ、少しね話はそれましたけども、結局視力っていうのは姿勢に大きくね関わってるわけなんですね。それは脊髄、前庭脊髄路というね錐体外路系の神経を司っているからなんですね。そしてですね今日はまたねその調整感覚と距離感という、ね、お話なので、まあ、距離感というねところに関してなんですけども、実はですねその距離感は3つあるんですよね、私の考えではですけども、まあ、視覚の距離感と耳の距離感とあとは体の距離感、その3つがね、まあ、バラバラになっているというね現象が近視というねところに現れているなと私は思っています。なのでその3つを統合させるにはやはりね前庭というところを鍛えるべきでしょう。これこそがね平行感覚になります。で昨日ねお話ししましたけども、まあ、粗動なね運動、例えばね回転することとかね、本当前転後転とかねそういったマット運動ですよ、それだけでもね視力は上がるわけなんですね。それは実はトランポリンの研究でも明らかになっていることなんです。トランポリンっていうね、まあ、動きの中であれは実はですね目を使ってるんですね。トランポリンをするだけで視力は上がるっていうねデータがあるんですよ。まあ、そのくらいですね、目をと体をね、まあ、バラバラじゃなくてね目だけのトレーニングじゃなくて体を使ってね動くっていうことがですね視力に影響するっていうことはもう明らかになってるわけで、前転後転、そしてね横にくるくる回る回転、それらがですね
視力の方を上げてくれる。でそれはなぜかというと、その3つの距離感を司っていね、神経核ではね、前庭神経というところの信号をね、高めてくれるからというわけです。まあ、ぜひですね、今のお話を聞いてもらってね、回転運動をね、やってみたいっていう方は、ぜひぜひ、Kindle 本、ね、視力回復の瞬間をね、買っていただいて、ダウンロードしていただいてね、読んでいただければ、そのヒントとなるね、体操4つ載っております。体操とね、2つと、あとトレーニング2つですね、載っておりますんで、ぜひぜひね、そちらの方をダウンロードして読んでいただければ幸いです。今ですね、第4版の方の改訂版を作っております。まあ、そちらの方はですね、粗動なね、運動ということで、まあ、回転だけにね、こだわった運動と、まあ、そのね、なぜ回転が前庭系にいいかとね、根拠となる論文などをね、喝采する予定になっております。皆さんぜひね、第3版もね、ダウンロードして読んでくださると幸いです。そしてですね、まあ前々からね、視力回復回復さんのね、まあ、紹介させてもらってからですね、やっぱりコラボレーションしたいなとね、思っております。まあ、チャンネル登録がね、数がね、回復さん9000ぐらいいますんでね、そこに追いつけば、なんとかコラボレーションの話も出てくるんじゃないかと思っております。ぜひぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そしてですね、今、チャンネル登録してくださっている方々、ぜひ、Kindle 本の方を読んでいただいて、運動の方を開始してください。必ず半年以内にね、視力の方がね、輝かしいものになるとね、私は信じております。ぜひね、それを体感して いただきたいと。そしてね、その冒険にね、加わってください。そちらの方もね、ぜひぜひよろしくお願いします。半年後にはね、一人二人と視力回復の瞬間ね、味わっている方が現れているんじゃないかと私は考えております。それではですね、今日の、お話は終わりになります。それでは失礼いたします。